こういったもんは曲がろうもんあ、おいしそう。和なしアイスのみ。わ、色めっちゃいいじゃん。やばい、溶けちゃう。あ、手が冷たい。あ、手が冷たい。溶けちゃう。あ、ピントが合わない。うまっ。うわ、すげえ。うわ、これ梨の味す、梨の味の再現度がやばいよ、これ。え、マジで、梨そのままだよ、味。梨、梨の味そのままだぞ、これ。味の再現度やばいぞ、これ、マジで。うん。なんて言うんだろう。なんかこう梨を食べた後にここ後味のなんかなんていうの独特ななんか後味が残るじゃん梨のあの後味までちゃんと再現されててしかもそれがうっすらとかじゃなくもう全力で出てきてるその梨のあのほら独特の後味あるやんなんか最初かじった時ただ甘いって感じだけど後でなんかなんていうの渋みでもないんだけどなんか独特のなんか変な出汁の味するじゃん。後味の。あの後味が、なんか、うっすらでもなく、もう本当にちゃんとめちゃくちゃ強い味で再現されてる。うん。梨の味の再現度これやばいぞ。これファミマで買いました。やばこれ。うまい、そのままだよ。梨そのままだよ、これ。味が。うん。梨そのままだぜ、これ。あ、ガリガリ君の梨味もあったけど、あれってほら、ちょっと、なんつうの。ガリガリ君ってそもそもほら、なんかこう、氷菓子みたいなやつじゃんね。氷河期っていうの。氷河期は違うか。だからあの独特な、なんていうの、梨のあの感じが再現できれないというか、あの肌触りというか、食感というか。これはなんか比較的まったりな、こういうやつやん。あの氷って感じより。うん。こっちの方が再現度高い。梨の味の。再現度というか、ちょっとこれもね商品レビューしたいけどちょっとこんな食えないわさすがに。あ、パラパラマンがどうも。漫画が思う。うん。うまっ。結構これ、あれ、冷蔵庫入れるか、これ。